皆さんこんにちは、編集のデグパルです。さて本日ご紹介するのは、ロンドン発の大人気ウォッチブランド、オリビア・バートンさん初のオフィシャルブックです。こちら特別アイテムにはオリビア・バートンさんのパッカブルトートバッグが付きます。大きい、こんなに大きいです。ポイント説明していきます。ポイントその1、こちらにはロゴが入ってて、周りはとっても可憐なお花柄です。オリビア・バートンさんのスカーフの柄をバッグにそのまま再現いたしました。すごい綺麗ですよね。これよくよく見るとハチさんがいます。このハチがですね、時計のデザインでもとっても人気な子で、このバッグにもチラチラ飛んでるのがアクセントになって可愛いかなと思います。裏もちょっとここ違うアクセントが入ってます。レッドユアドリームスブルームと書いてあるんですけれども、意味はあなたの夢を咲かせましょうという意味です。とっても素敵なオリビア・バートンさんからのメッセージが入っています。生地はちょっとカサカサした感じなんですけれども、とっても軽いです。すごく軽くって、なおかつ丈夫な素材でできているので、お買い物の荷物がたくさんになった時でも安心してこのバッグに入れることができます。容量はとってもたくさん入るんですけれども、参考に何個か入れてみると、ノートパソコン、余裕です、飛び出しません、飛び出さない。そして雑誌、雑誌です、雑誌も余裕で収まります。めちゃくちゃ余裕があるので、もっとバンバン入れて大丈夫です。でこのバッグなんですけれども、ドゥルン、これ何かと言いますと、アイドルさんの応援うちわです。ごめんなさい、ちょっと諸事情により私の推しは秘密ですでそしてこの応援うちわをこの中に入れるとすっぽり収まります。でこれちょっと斜めにすると絵も完全に隠れるので、ちょっとうちわ持ってると恥ずかしいって思ってしまう方も中にはいると思うんですけれども、このバッグだったら全部隠れるので、ウキウキでライブから帰れます。まるちゃん、そしてこのバッグ最大のポイントがございます。トゥルー、はい、これ底についてるんですけど、何かと言いますと、この底の部分にバッグを収納できちゃうんです。トゥルー、こんなにちっちゃくなっちゃいます。バッグの大きさこのぐらい大きいんですけど、こんなにちっちゃくなります。手のひらと同じぐらいのサイズなので、バッグに入れておいてもスッと邪魔にならず、かさばらず持ち運ぶことができます。折りたたみ方については、紙面やインスタグラムでしっかり紹介しているので、ご覧になってみてください。まるちゃん、この折りたたんだ時のデザインにも結構こだわっています。オリビア・バートンさんのロゴが入ってるんですけれども、金色で刻印されています。ちょっとね、光沢感があって綺麗で、生地もしっかりしたレザー風生地になってます。スッスッスッっていう柄が入ってるので、さらに高級感もアップしていて、バッグに入れていても恥ずかしくないと思います。そしてここですね、こことこの金具は全部ゴールドで統一されているので、すごいリッチな仕上がりになってると思います。こんなに小さくなるので、ライブ会場でグッズを買うと袋がついてないので、このバッグを一つ持っておけばね、全部入るっていう、ライブにもおすすめです。そしてもちろんね、旅先、旅行に行ってお土産など荷物が増える時にも、これを1個ポンと入れておけば、こんなに大きいバッグになるので、それもおすすめです。そんなオリビア・バートンパッカブルトートバッグブックは、本体1990円プラス税、10月13日より全国の書店さんにて販売開始です。スーパーやコンビニ以外のお洋服屋さんとか、そういう通常の買い物でもね、ショッピングバッグは有料になってるお店が多いので、リッチな見た目で可愛らしいショッピングバッグを一つ持っていてもとってもいいのかなと思います。まるちゃん、本日もまるちゃんご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。バイバーイ。